どうもこんにちは、坂本です。今日はですね、規制道を4車線化する予定はあるのかについて、僕なりの意見を、言いたいと思います。規制道というのはですね、和歌山県の、田辺市というところから三重県の清和滝ジャンクションというところまでの区間の高速道路のことを言うんですけれども、この区間ってね、もう夢のまた夢の高速道路だと、いうふうに考えられてたわけですね、ついこの間まで。で、そのついこの間ですね、規制自動車道全線事業化ということで、今は工事が進められているんですけれども、これでですね、夢のまた夢のまた夢のまた夢と言われたですね、紀伊半島一周道というのが、近い将来10年20年後ぐらいに、開通するというわけなんです。で、そんな規制自動車道なんですけれども、この次ですね、上富田インターというのがあるんですけども、そこと阪和自動車道をつながる区間っていうのがむちゃくちゃくちゃくちゃ混むんですよ。ゴールデンウィークとか、結構大型連休の最終日だけなんですけれども、その混み方がね、えげつないんですよ、ほんまに。一回ね、僕1時間か1時間半ぐらいもう高速道路の上で動かんくなったことがありまして、ほんまにえげつない混み方するんですよ。で、今ね、その阪和自動車道は4車線化工事が進められていまして、近い将来ね、これまた近い将来なんですけれども、その阪和自動車道の終点である南紀田辺インターというところまで、4車線化すると、いう風な計画がもう決まってます。じゃあその先のね、規制自動車道はどうするんやということなんですけれども、南紀白浜までね、僕4車線にするんじゃないかっていう、個人的な感想ですね。なんでかっていうと、南紀白浜インターを過ぎたところから急にね、このセンターの、ポールっていうんですか、対向車はみ出し防止用のセンターポールっていうのがねあるんですけれども、それが白浜インターを過ぎた瞬間からできてるんですよ。で、そこまではこういう、普通のポールなんですね。で、それに加えて今、見えてますけれども、この反対側ですね、なんか妙に土地が確保されてますよね。多分これって将来的に、2車線じゃなくて4車線にする予定があるから、こうやってね、あえてこう、土地を確保しているんやと、個人的には思ってます。さっき言いましたけど、えげつないな。さっき言いましたけれども、そのセンターポールっていうのは結構ね、設置に金がかかると思うんですよ。で、将来的に4車線にしたいような区間っていうのは、そんなね、金をかけてももったいないので、こういうね、手つかずの状態になってると思うんですね。そうなので、そのセンターの、はみ出し用防止ポールっていうのが白浜インターを過ぎた瞬間からできているっていうのと、あとこの右側の土地ですね、それが妙に白浜まで確保されているというような状況から考えるに、僕はね、将来、白浜までこれ4車線化するというふうに考えてます。結構ね、本当に今見てもらったら分かるんですけども、割とね、この区間交通量あるんですよ。なので、全然、4車線化にしても問題はないと思う、僕は個人的には思いますね。ニュースとか見ても全然この辺りの話は、4車線化の話ですね、は全然ないので、もうかなり先のことになると思いますけれども、将来、どうなるかっていうのは、楽しみなところですね。というわけで、今回は規制自動車道田辺インターと、南紀白浜インターですね、その区間はおそらく個人的な意見ですけども、将来4車線化するというふうな結論で終わりたいと思います。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。またですね、規制自動車道に関するコメントがありましたら、ぜひコメント欄に残しておいてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。